こんにちは。フィルハーモニックウィンズ浜松ホルン奏者の竹内です。休校が続いていますが、また笑顔で顔を合わせるためには今家にいることが大切です。家時間がより濃いものとなるよう、この動画で少しでもお役に立てれば嬉しいです。さて、今回はデイリートレーニングについてお伝えします。楽器がなくても息やマウスピースで練習してみてください。まずはマウスピースで音出しです。出しやすい音を何度か鳴らしましょう。この時意識してほしいのは、たっぷり息を吸ってそのまま吐くこと。それでは音を出しましょう。次に幅広い音域で息の流れを感じていきましょう。いつも私はこのパターンで音出しします。ピアノがあれば音をイメージしやすく、より効果的です。難しい時は1オクターブだけでもいいです。また手に向かって息を出すと音が鳴りやすくなります。低い音の時は手を遠くに、高い音の時は近くにしてみてください。やってみますね。普段は C のオクターブから始めて F まで演奏します。それでは楽器で演奏してみましょう。マウスピースと同じように出しやすい音を何度か鳴らします。たっぷり吸ってそのまま吐く。息の流れはスムーズにいきましょう。次はリップスラーです。息がどうなっていくかを観察すること、そして口を柔軟にするために、まずは間の音を入れて練習しましょう。ここで次の音への距離をつかみましょう。音は F 管の開放で、チェアー F、米管の場合は F、D、B、F。 私は F 管で演奏します。2小節吹くので3小節目から演奏してください。では皆さんのよく知る
リップスラーにしていきましょう。音は先ほどと同じですが、ここでは気をつけることが3つあります。1つ目はテンポを感じること、2つ目は伸びている音は最後までその息の圧力で吐き続けること、3つ目は素早く次の音の状態へ息や口を変化させること。この3つを頭に置いて演奏してください。このパターンで半音ずつ下がっていきましょう。概要欄へこの後の楽譜ともう少しレベルが上がった楽譜を貼っておくので使ってください。次はロングトーンです。皆さんはどんなパターンで練習していますか？曲にはいろんな調や音域が出てきますよね。なので毎日ベイドゥアしか練習しないとなると、いろんな曲をカバーできません。演奏する曲の音階や音域を練習するといいでしょう。ロングトーンでは特に音色をこだわりたいですね。ここではロングトーンとタンギングを組み合わせて練習します。よく使われる調としてS ドゥアを使います。意識してほしいことが2つあります。1つ目は出したい音の音色をイメージすること。もしイメージできない場合は、私の大好きなホルン奏者ブラトコビッチさん、そしてヘルマン・バウマンさん、この2人の音色を聞いてみてください。2つ目に意識してほしいことは、タンギングの時もロングトーンと同じような息の流れで演奏しましょう。それでは先に2小節吹くので、3小節目から演奏してください。
調やテンポ、音量を変えるとレベルアップにつながります。次は曲に使われる表現を練習しましょう。よく使われるものに強弱やアーティキュレーションがあります。ここではアクセントを練習します。まずは息を確認します。コピー用紙などペラッとした紙を用意してください。口から少し離して紙の下側に息を吹きかけます。その時の息はアクセントの息です。素早く紙が動くようにしましょう。やってみますね。ろうそくの火を吹き消すように唇は力を入れずほっといてください。ではテンポに合わせて息を出しましょう。リズムはふーふーふーです。1、2、3。では音を出していきましょう。今のリズムで同じ音を2回ずつ演奏します。1回目はタンギングなし、2回目はタンギングをしてください。タンギングをしても1回目と同じような音色と息の流れをイメージして演奏しましょう。ではチェードゥオを使って1小節交代で演奏してください。この練習もテンポや音量、リズムを変えるといろんな曲に対応できます。演奏する曲にはどんな表現が使われているか楽譜をよく見てください。そこに書かれたことを基礎練習に取り入れると曲になるとうまく吹けないといった悩みが減っていくと思います。これからは音楽をするための基礎練習をしていきましょう。この動画はこれで終わりです。ほんの一部しかお伝えできていませんが、家時間でお互いパワーアップして、次こそは同じ空間で
一緒に演奏できることを楽しみにしています。それでは、さようなら。